皆さんこんばんは。今日もね、本当にありがとうございます。ちょっとね、ドライアイがひどくなっちゃったので、今回メガネかけさせてもらいます。反射しちゃうかもしんなくて見にくいかもしんないですけど、ご了承ください。それで、こんなコメントがありました。こちらはですね、ドフラミンゴを結構ね余裕で倒せたパーティーがあったんですけど、これだったらメカフリーザも余裕なんじゃないのっていうね、まあそういうコメントなんですよ。まあ、ちょうどね、最強種イベントとしてまた来てたので、まあこういうコメント書いてくれたのかと思います。なのでせっかくなので、ちょっと手こずってたメカフリ、あのパーティーでやったらね、じゃどれだけ簡単に倒せるのかっていうことをやっていきたいと思います。もうちょっとこれアップされてる頃にはこのイベント終わってるかもしれません。まあなんですけども、またね、次回来るときに、まあこれを見て元気玉悟空のこのパーティーで、まあ、挑んでいただけたらなと思います。それでは行きましょう。はい、今回のフレンドさんは新月さん。もちろんこのパーティーで行きます。必殺技攻撃全く多分食らわないと思います。ちょっと楽しみですね。行きましょう。あれ、メカ振り前になんかあったっけ、戦わなきゃいけないのとか。あ、1個ストップマスがあんのか。しかも最悪だし。あ、いや、ちょっと時間かかっちゃうと思うので、メカ振りまで飛ばしたいと思います。カット。はい、やってきました。ちょっとね、今モニター見ながらやってたんだけど、結構ちょっとメガネのレンズに反射してチカチカして、ちょっと見にくいかと思いますけど、ほんとすいません。じゃあやっていきたいと思います。とりあえず地属性の、まあ、メカ振り鹿として、もう右のザコからいきます。そうね、力属性が厄介なので、こいつからちょっとぶっ倒していきたいと思います。しかもなんか曇るんだよね。まあドライアイの私には、あの曇ってね、こう湿気でまあいいんですけど、視界がちょっと悪くなるというデメリットございます。まあそんなことはいい、やっていこう。厄介だな、この右のやつら、ほんと厄介。ちょっともったいないけど、さあ行きましょう。いや、厄介だな、マジ厄介だなこいつ。メカフリより全然強えから。イエーイイエーイ、メカフリの方が弱い。もうね、もう怖くないよ。うわー、いつもなら普通の雑魚なのに、そいつらにちょっとね驚かされるというね。3000、4000食らうだけでも痛いんで。おい、いいっすね、マジで。このパーティーマジでいいわ。なのでまた絶対最強種また来ます、メカフリ。ぜひガチャでゲットしてください皆さん。そして地属性イベントの時には皆さん元気玉悟空リーダーに使いましょう。みんなで勝ちまくりましょう。もう楽々ね。ほんといいパーティーだよ。というかリーダーが良すぎる。マジ強えわ。
いけい。まあでも気力がねあんまりない分ちょっと時間かかっちゃうかなと思うんだけど、まあでも言ってもあの向こうのディフェンスも 80% ダウンしてるから結局めちゃくちゃ食らうんだよね。うん、気力、まあ必殺技打ちにくいけどもダメージは結構与えることができます。素晴らしいですマジで。なんで普通のね通常攻撃だけでも全然食らいます。ただメカフリはねHP がかなりあります。多分20万弱あるのかな、まあ、詳しくはちょっと調べてませんけども、まあ、それぐらいありますね。20万以上は多分あると思いますんで、時間がちょっとかかってしまうかなと。おー久しぶり、ドッカンモード久しぶり、マジで。え、何ヶ月ぶりだよドッカンモード発動するのって感じなんだけど、久しぶりなんだけどちょっとミスりそう。はいはい、普通に失敗するというね。クソだな今の、今のドッカンモードマジでクソだな。ビッグバーンアタックがね、いやもっといけたね、4万はいったと思うよビッグバーンアタック。さあそろそろ終わりでしょう。回復アイテムとか使わないで普通に勝てるっていうのはね、しかも危なっかしもない、うん、全く危なくない。安定パーティーだよほんとこいつら安定すぎる。2万7000残ってるからね、もうほとんどあの雑魚2人によってここまで削られたようなもんだから、厄介な雑魚だってほんと。もうあそこまで行くと雑魚じゃないのかな、もうこの中では雑魚じゃない、この中ではメカフリが HP をめちゃくちゃ持った雑魚みたいになってるからね。はい、KO です。そして落ちるかどうか、ゴー、イエーイ、よしよし、順調にねメカフリの必殺技レベル10まで近づいてきました。ゴールデンフリーザね、まあ、この強襲イベント中は無理かな、10体は。次のまた強襲が来たら多分10体目、もう今ねメガフリがこれで多分4体5体目ぐらいだから、次の強襲イベントまた来たら5体ぐらい集めてついにゴールデンフリーザにします。視聴者さんがねくれたあのメダルたちでやりますよ。安定のパーティーだーマジで。いや素晴らしい。はい、ということで今回はこちらのメカフリーザの強襲イベント、こちらをねコメントでいただいた通り危なっかしさ全くねありませんでした。本当にこれはねこのパーティーはすごいよ。地属性にはもうこのパーティーで言ったらとりあえず濃紺アイテムなしいけるんじゃない。ということで今回の動画はこれで以上になります。チャンネル登録まだお済みでない方ぜひねチャンネル登録しててください。これからもいろんなこと挑戦していったり、まあ、いろんな検証、そしてまあ普通にね戦っていくだけじゃなくって、まあ、いろんな戦い方をねやっていきたいんで、まあ、ぜひねこれからもお楽しみください。本当今回も最後までね見てくれた人本当ありがとう。また明日の動画で会おう。さよならバイバイ。バイバイキン。さよなら。
うわー